やー美しい。久々に白金高菜ベレーキップにやってまいりました。今日はなんとフェイスカメラをオズモポケットで回すという実験をしております。いただきます。わけじゃないから食事と合わせても全然なんか使わないですね。タイの火結構盛んなんですか？タイってそんなことないですよね。あんま聞かないですもんね。レベル高い。今日はですね、もう20年来になりますよね。初めて会った時からのずっとお付き合いのある大野さんとオンライン飲みしてます。してます。月一で必ず飲みましょうって言って忙しくてもお互い、はい、それを追っ始めてからだってもう毎月欠かさず13年ぐらいになる。もういやもう相当っすよ。相当だよ、ね、でこのコロナになってさすがに定例会もできない。必ず毎月どっかで集まって今日はこのエリアでなんかはしご酒しようかとか、じゃあ今日はこの駅で集まってはしご酒しようかとか、それ毎月なんだかんだね、十何年続けてきたんですけど、このコロナになってさすがに行けないと。確かに。いう時も僕らはこうやってオンラインでね、なんとか定例会をやり続けているという。本当に一回も欠かしてないですもんね。いや、まあそれは、まあ、ある種石井さんのこだわりっていうか、わがままというか、ポリシーというか、そのもうそれ もう10年近く前におっしゃってた、いやこの回を1回でもやめるとか飛ばすとかってなったらこれをやってる意味が全くなくなってしまうっていうものすごいこだわりがあったからそんなこと言ってました俺。いやそこに、うん、そう、そこに別に感銘は受けてはいないけどもうそこのこだわりは大事だなと。なるほど。そこに共感はしまして。ああそっかね。だからそうやって毎回付き合ってもらってるんです。あれなんだこれ何がちょっとどういうことですか大野さん。これセブンディイオスセブンディが出てきたよ。しかもこれまだ、まあ、あの当てただけで取ってないですけど、モフモフがついてるよ。いやいや、なんかモフモフついてたからマイクほらあれですよ、こんなモフモフとか本当はこういう室内ではねつけない方がいいんですけど、もう外持ち出したり家で使ったりだ、もう、もうつけっぱなしの方が楽なんで、うん、ついつい、あ、じゃあ今日久々に外そうかな。ちょっとノイズ入ります。ザザッザザザン。本来これぐらいのサイズ感なんですよね。ああ、でもそうです、僕もこんな感じです。ああ、まさにまさに。
いや、素晴らしい。さすが、オンさん、やってますね。いや。やってんな。いや、来週からちょっとある企業さんの動画とか撮る仕事が結構入ってきたんで。ああ、そっか。大野さんはデザイン関係のお仕事をされてるので、いろいろそういったこともやられてるんでね。うん。やっぱ大事ですもんね。うん。いや、僕も今勉強してますよ。まあ、YouTube でね、カジュアルにやってますけど、少しずつ良くしていきたいなってことで、こういうマイクも使ったり。いや、すいません、長々回しちゃいました。いいえ。はい、ありがとうございます。とんでもないです。ありがとうございました。いやー、ますます飲んでいきましょう。ぜひ。イエーイ。